はい、こんにちは、こんばんは、タカです。3月の相場が終わりました。これでまあ四半期終わったということになりますんで、まあ4分の1が終わったことになります。ある程度今年の成績なんかも少し見えてきたのかなと思ったりはしますけども、皆さんはどうでしょうかね。まあ3月終わりましたんで、月足なんかも確定してます。大きな環境から見ていきたいとは思います。まずこちらがドルインデックス、日足に月足を重ねています。まあ、月足を見てどうこうトレードするわけではないんですけどもね、ただ今の現在地や今の環境を把握するというのは僕は個人的にはすごく大事だと思っています。では今のこのドルの環境はどうかというと、ちなみにこの赤い上のライン、これ去年の最高値になります。下のこの青いライン、これが去年の最安値になります。去年はもう下から上まで一気にグーッと上がったんですけども、今はかなりこう押しが入ってきている状況ですね。そしてもこの数ヶ月は高値安値更新していません。まあ、つまり調整レンジの形が見えています。さらにこのレンジができている場所、赤いラインと青いラインの真ん中です。まあ、こうして見ると今年の相場というのは基本的にまあ動きがないというのがわかりますね。去年の大きな相場に対してのまあ調整の動きが今なお続いているのかなと。2月の相場はレンジの下から上まで買いが入ったに過ぎないですし、3月の相場はレンジの高値から売りが入ったに過ぎないですね。大きなトレンドなんかを見ていこうと思えばレンジからのブレイクを欲しいところですけども、まあ、もうしばらく時間はかかってしまうかもですね。それだけの大きなトレンドがここにはあったということになってくるのかなとは思います。ですから月足環境で見ていけば、今の現在地はレンジの安値圏というのは抑えておいてもいいのかなと思います。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。基本的には上位足の環境そのままですね。下落トレンドが止められて現在は調整局面、レンジの形が綺麗に見えています。今月ですけども、レンジの上から売りが入った状況ですけども、ブレイクしていればね、これ話変わってくるんですけども、ブレイク全くしてないですからね、まあ、結局はレンジが続いているだけかなとは思います。現在地やっぱりレンジの安値圏ですね。これも抜けてくれば流れも出てきそうですけども、抜けてくるにはもう少し時間もかかってくるのかなと。ですからまあ高値圏とか安値圏、このあたりはすごく攻防も起こりやすい場所になるかなと。簡単にね、抜け置きたりなんかしたりしてしまうと、サポートに支えられて反発の動きにやられてしまうとか、まあ、こういった動きもすごく出てきやすい場所かなとも言いますね。今の現在地というのは常に確認はしておきたいところです。ただこれブレイクしてくれば話は変わってきますんでね、このあたりは慎重に判断はしていくことになりますね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足環境を見ても下落トレンドは強く見えてはいるわけですけども、現在は流れが止まって調整局面、レンジの形を見ていたわけですけども、これ終わりのベースで見ていくと、おとといですか、木曜日に1回これ下の方に抜けてきてるんですよね。まあ、これをどう見るかというのは結構意見も分かれたところだと思います。僕なんかも自体ベースで見ていきますんでね、まあ、一旦は割れたかなと。であればこう安値更新なんかを見ていきたかったわけですけども、金曜日ですね、しっかり買いが入っています。安値更新しなかったんですね。まあ、するとこのブレイクというのも少し怪しくなってきますかね。むしろ見ていくのはこのレンジの継続かなと。さらにまあ上位足の環境を見ていけば、このあたり大きなレンジも見えていたわけで、まあ、この動きを見るとやっぱりまあ抵抗として意識はされているのかなと。大人ってくると、まあ抜けるにしてもサポートされるにしても、もうしばらくこう時間はかかってくるのかなとも思います。このドル日足環境を見ても流れがまだ見えてこないですかね。こう上がったり下がったり、フラフラした値動きにはすごくなりやすいのかなと思いはしますね。ただまあ一点覚えておきたいのは、例えばまあ高値を抜けたとて、これはもうレンジの中の動きに過ぎないですからね、まあ、大した環境にはなってこないと思いますけども、ただこの下のサポートを割ってきてしまうと、大きなレンジからもブレイクになってきてしまいますので、大きなトレンドにつながってしまうかもしれません。ですからまあよりこう気をつけたいのはドル売りにはなってくるかなと思いますね。ですからこのドル、特にまあ3月の後半あたりですけども、ちょっとこう動きもないですからね、4月用意どんで、まあ、ちょっと期待していくのは難しいのかもですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。日足に月足を重ねています。個人的にはこの高値抜けてくるかどうかというところに注目をしていたんですけどもね、まあこれ完全に潰されてしまいましたね。一手こいでヒゲだけが残ってしまっています。上値の重さがまあこれで見えたことになりますね。そもそも下落トレンド見えている中で上値が重い形も見えてきたとなってくると、まあ、これは当然高値圏というのも意識して見ていくことにはなるかなと。まあ、当然まあ月足環境ですからね、買われる場面も出てくるんでしょうけども、特にまあ3月の高値、こういったところを抜けていくには相当やっぱりパワーは必要になってくるかなと思います。
今の現在地はレンジの高値圏です。上値が重い形も3月見せましたんでね、このまま上値が重い状況だとレンジの高値から安値まで、売りのトレンドが出てきてもおかしくない環境というのはあると思います。4月はひとまずこの円売りですかね、何もこう安値を更新してくるような、強い下落トレンドを期待しているわけではないんですけども、オレンジの高値から安値、このあたりまでのこの売りの流れというのは警戒は必要だと思いますね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足を見ても結果抜けなかったですね。これも抜けていれば面白かったんですけどね、これで高値が見えてしまいました。下のサポートも見えてますから、上下に壁が見えてますね。レンジの形を見ていけばいいのかなと。すると今のこの現在地はレンジの真ん中です。レンジの真ん中で今少し反発なんかも見えてはいますけどね、真ん中ですからね、この位置から買いが入っても売りが入っても、特にこう驚きもないような場所です。今のこの直近の流れがね、レンジの高値から売りが入っていますから、見ていくんならひとまず円売りかなと思いますけども、反転が起こってもおかしくはないですからね、そこは慎重な判断は必要かと思いますね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。この円相場に関しては特に3週間ほど前ですかね、金融不安が出てきてから、リスクオフですか、円買いというのが強く出てきました。冷えなんかもたくさんつけていますけども、少し相場の方が荒れたんですよね。一本の上昇を見ている方もいらっしゃると思いますけども、細かいところを見ていくと結構上げ下げの動きも激しかったですからね、相当売りの流れを意識していけば、ショートなんかも捕まりやすい値動きだったかなとは思います。ただこれもそこそこ深い押しが入ったことで、ショートなんかも逃げ場を与えてしまってますんでね、上値が重い状況も見えてしまってるかなと。ただこの強い流れに対しての押し目買いを見てくる人もいそうで、サポート見えれば押し目買い、対して高値からの売りのトレンド、両方の波が今は見えていて、そして何も決着ついてないような状況ですかね。特に金曜日に関しては、一旦のサポートなんかも見えていますから、もしこの辺りで流れが止まってくるんなら、レンジの真ん中で値動きが止まってしまうことになります。こうなってくると、3月、クロス線に関してはもう本当によく動いていたと思いますけども、ただこうやって終わって見てみると、4月につながる動きにはならなかったかなというふうに思いますかね。むしろ調整の動きで終わってしまってますんで、4月、これ用意どんで流れが見えてくるとはちょっと思えないんですよね。ですからやっぱり個人的にはね、この高値抜けていれば面白かったかなと思うんですけども、結果そうはならなかったわけですからね。4月に関してはレンジの真ん中からのスタート、あまり報告のないような状況というのを意識しながら、円相場に関しては値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日に関してはこれはもう週末、そして月末ということもありましたので、フローなんかも入ってきたのかなと。少し上がったり下がったりとややこしい動きになってはいましたけども、ただ若干ですかね、ドルは強い流れが見えていたのかなと。ですから当然このポンドとかユーロとか、5ドルもそうですかね、このあたり、売りが出やすい状況はあったかなと思いますけども、ドルも円も冒頭でも触れたようにあまりトレンドが出ているとは思えないですから、この動きだけをもってどうこう判断していくというのは少し早いのかなと。特に3月相場に関してはドルも調整レンジの中の動き、円相場に関しても調整レンジの中の動きですから、基本的にはちょっとどう動くかわからないような状況です。4月、月が変われば流れが変わるというのはこれもよくある話になりますけども、特に今回の場合は3月がそもそも流れがあまり見えてこなかったですからね、4月、あまりバイアスをかけて相場の方は見ていかないように十分注意はしたいところですかね。基本的に4月は調整局面からのスタートと考えていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の日足月足を重ねています。ドル円も3月の月足が確定しました。月足を見ていくと相当強いトレンド、これは去年の相場ですね、152円まで上がりましたけども、この動きに対して調整の動きが今は入ってきています。ちょうど半値押しぐらいですかね、一旦流れが止まってきたということで、今後は調整局面見ていくことになるかなと。特に2月に関しては結構リバウンドも強く入ったんですけども、3月はこの高値を抜くことが、結果的にはできなかったということになりますんで、これで目先の高値安値は少し見えてきたのかなと。高値が137円あたりですかね、安値が128円あたり、来月もこの高安を相当意識して見ていくことになりそうです。そして難しいのが今のこの現在地ですね、見ているレンジの真ん中です。真ん中なんですよね。ですから買いが入ってきても売りが入ってきても、特に驚きもないような状況です。やっぱり流れを見ていくためにはこのレンジを抜けていかないといけないわけで、少し時間かかってきそうじゃないですかね。月足環境ではドル円、まだまだ流れは見えてこないのかなと思えてしまいます。
はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足換気味でも、まあ、ドルとはあまり変わらないですかね。下落トレンドが止められて、現在は調整局面。まあ、レンジの形を見ていくことになるかなと。そして、まあ、3月ですけども、高値を試したんですけども、まあ、抜けなかったといった結果になりました。現在はレンジの真ん中です。まあ、週足環境で見ても、やっぱりレンジの真ん中で値動きも止まってしまってるんですよね。まあ、例えば今週のこの週足、安値を更新していたとか、まあ、そういった流れがあったんであれば、まあ、下落トレンド見えてきますんでね、まあ、売りを見ていこうかということにもなりますけども、今週のこの週足というのは安値を更新しなかったわけで、流れを止めてしまってるんですよね。流れが止まったからすぐにこうリバウンドの中が出てくるわけではないですからね、やっぱりこういったレンジの真ん中で値動き止まってしまったら、まあ、ちょっとこう難しい動きになってきそうかなと。この位置から買いが入ってくるのか売りが入ってくるのか、こういったのを見極めるというのはとても僕は難しい作業になってくるかと思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。こういった上位足の環境を踏まえて、まあ、冷やし環境を見ていくと、まあ、サポートは割れてきてますからね、やっぱり売りのトレンドは見ていくことになるかなと。今週ですけども、リバウンドが入ったわけですね。ただ、戻りの高値、まだ明確なブレイクという形に僕はなっているようには見えないんですけども、どうでしょうか。まあ、すると、戻りの高値が見えてしまっているわけですね。そして、まあ、サポートも見えてますから、まあ、上下の壁が見えたということで、レンジを見ていくことになるかなと。現在地はそのレンジの高値圏ですから、まあ、この高値を抜けてくる。つまり、まあ、今週の高値を抜けてくると、少し景色は変わってきそうです。ただまあ特にこう金曜日の動きを見ても上値の重さはこれ相変わらず見えてしまってますんでね、そうなるとまあこの上値の重さを見ての下落ですか、結局まあレンジの動きに過ぎないんですけども、レンジの高値からの売りの流れ、まあ、こういった値動きは当然警戒は必要だと思います。木曜日金曜日、このあたりの安値を割れる動きに十分注意ですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたりがまあ少し上値が重い形見えてきてしまったわけですけども、この132円の後半あたり、このあたりがまあ冷やしの戻りの高値と僕は今は見ています。なのでまあ金曜日は少し抜けてきた動きになったんですかね。ただまあ最後には潰されてしまいましたので、一旦はまあこれは上値が重かったと自分なら見ていこうかなと思うんですけども、ただ目の前にこう壁があるのは分かっているわけで、であればまあ足場というのがやっぱり必要になってきます。今この足場の崩れという形が見えてないんですね。ですからこの足場が崩れてこなければ、また押し目買いなんかは入ってくるかもしれません。上昇トレンドという形が崩れているわけではないというのは十分注意しないといけない点。ただ今見えているこのサポートですね、132円の前半あたり。これ割り込んでしまったら波の反転見えてきてしまいますし、まあ、そもそもここをレンジとも見ていたわけでね、そうするとまあレンジの上から下までこう売りの流れが出てきてもおかしくないような流れ、こういったの見えてきてしまいますんで、まあ、そういった意味ではね、このレンジの高値というのももちろんこれは大事なポイントになってくるんですけども、個人的にはこの下ですかね、132円のまあ30とか20とか、このあたりになってくるかと思うんですけども、このサポートを割れるかどうかの方が僕はもう大事なように思います。割ってきてしまったらレンジの中ですけども、まあ、トレンドが生まれそうな、まあ、そういった場所になってきますんで、4月に入っての最初のポイントはこの132円の前半のサポートの強さ、これがしっかり効いてくるかどうかというところをね、注目をして見ていこうかと思います。買っていくんならまあ割れてはいけないサポートですね、売っていくんならぜひともまあ割っていかないといけない、大事なサポートになっておきそうです。というところで、まあ、短期足見てもなかなかまあ流れ、トレンドが見えてこないですね。上位足を見ても短期足見ても、結局まあ4月の相場というのはまあ調整局面からのスタートになっては来てしまいそうですね。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、冷やしに月足を重ねています。月足環境ですからね、もうこれはさらっと見ていきたいと思いますけども、今月の月足、まあ、だいぶまあダウ弱かったんですけども、最後にしっかり買いが入って引き出ます。これによって何が見えたのかというと、まあ、下のサポートの強さですね。こういったレンジも見えてはいます。もう3月はこれに尽きるんじゃないですかね。このサポートの強さが見えてくるんなら、まあ、ここレンジが見えてるわけで、まあ、少なくともレンジの高値までを目指したこの上げの流れは見たいところですし、もともとここ強い上昇トレンドありますからね、押し目買いという形も見ていくのは面白そうです。目標は直近の高値。これを短期的にね、ロングで見ていくのも面白そうですけどもね。何にせよ、まあ3万5000ドルというのは、まあ直近のこの戻りの高値になっていますから、抜けるかどうかというところ、なかなかまあすぐに決着とはならないかもしれませんけども、大きな流れを見ていけば、こう上の流れが若干見えてきてますんでね、まあ、こういった流れを見ていると株結構強いなと、個人的に思ってしまいますが、どうでしょうかね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。
シワシを見ていくと一回これ抜けたんですけどね、まあ、これがまあ最後にはしっかり戻して引けています、月足環境のまあヒゲになったということですね、結果サポートは僕は見えたのかなと思っています、するとまあ現在地はレンジの下から買いが入ってきたところですから、最初の目標は直近の高値、まあ、$34,500 あたりですかね。今週は株がかなり強かったんですけどね、こういった強い流れは来週も見ていくことになるんかなというふうに思いますね。為替よりはすごく流れは出てきているのかなというふうに思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。こういった上位足の環境を踏まえて短期足、まあ、冷やし環境を見ていくと、まあ、これ下落トレンド確かに見えてますからね、戻り売りを見ていくというのも、まあ、間違いではないと思うんですけども、ただまあ、レンジの高値までの上げをやっぱり見たいところですかね、直近の高値、こういったところも抜けてくるんではないかなと、まあ、すごく抵抗が出やすい場所ですからね、まあ、一本上昇にボーンと上がっていくとは思わないですけども、まあ、こういったところ、調整を挟みながらも、上昇トレンド見えてくるんではないかなと。ですからまあこう特にダウに関しては高値を買う必要もないと思いますけども、押しが入ってくるんなら一回はこうロングを見ていくの面白そうではありますけどもね。直近の高値、こういったのも迫ってはきてますけども、まあちょっと売り目線というわけにはなかなか僕はいかないですかね。強い流れを組んでこう買い場を探っていくことにはなりそうです。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 日足に月足を重ねています。日経の月足というのはもう基本的にこう動いてないんですね。レンジの形が見えています。現在地はレンジの高値圏、まあ強い流れは今月最後にあったんですけども、ただまあ月足環境ではブレイクしていません。これ強かったならブレイク欲しかったですね。ただ抜けなかったということになりますので、レンジの高値を意識して相場の方を見ていくことにはなりそうです。はい、こちらが4時間足、シワシを重ねています。シワシ見ても抜けてないですね。むしろ面合わせで、少し流れが止まってきてしまってます。なかなかまあこの 28,400 あたりですか、この高値抜けてこないですね。ですからまあ逆の言い方すれば抜けてくれば少し景色も変わってきそうで、現在はこの高値圏、足場を作るような動きにもなってはいますので、この足場が崩れてこないんであれば、押し目買いというのはまあ定期的には入ってはきそうですからね、買い目線というのは面白いと思うんですけども、ただまあ今の現在地ですよね、抜けてくれればいいですけども、抜けなければ売りなんかも入ってきやすい場所になります。こういったところで持つポジションというのは十分注意はしたいですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。こういった上位足の環境、まあ、つまり高値圏というのはね、相当意識されてきそうなんですけども、ただ冷やしを見ていくと高値を更新してるんですよね。強い流れが見えています。直近の高値を抜けているという上昇トレンドといった形ですかね。ダウが強いですから、まあ、その環境に引っ張り上げられていると、そういった側面もあるかと思います。これ権利落ち以降もずっと強い流れが出てますからね。ですからもう配当分はしっかり埋めたことにもなりますので、まあ、配当をしっかり取った方はもう大勝利ということになってはきますね。まあ、それだけ日経平均というのは強いんですけども、ただ上位足の環境を見ていくと高値圏だから少し慎重にもなりたいと。ですから今をこちら優先に見ていけばいいかと思いますけども、どこかで上値重い状況を見えてきてしまったら、まあ、そこは十分注意しないといけないのと、あとはもうこういった高値、ロングしていくのもいいんですけどね、ただ捕まっちゃ絶対ダメですね。まあ、相当な高値圏になる可能性があるわけですからね。ですから、こう、売りが入ってきてしまった時に、ずるずるいかないようにね、ロングをしていくんであれば、そのあたりは注意はしないといけないポイントかとは思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、冷やしに月足を重ねています。この金に関してはこの2000ドルですよね。もう誰がどう見てもこの2000ドルを超えてくるかどうかの攻防になっています。現状はまだブレイクという形は起こってはいないですね。上値重い形は若干見えてますけども、ただ弱いんであれば売りが入ってきますからね。現状そういった売りも入ってきていません。3月の月足は大きな陽線、今年の最高値も取ってきましたんでね、来月もこの高値更新ぐらいは十分見たいと。ということはこう2000ドルを超えてくる動き、これは今月も出てきてもおかしくないのかなとも思いますんでね、そうなると、まあ、一旦は買い目線でそばの方を見ていくことにもなるかなと。ただまあこれは抵抗にもなってはいますからね、潰されたらやっぱりこう大穴が重い形も意識されてくるかなと、反転なんかにも十分注意はしないといけないですね。ですからまあ僕はこのあたり、ロング見たいなと思うんですけども、こういったロングというのは捕まっちゃ絶対ダメですね。はい、こちらが4時間足、シワシを重ねています。シワシ環境見ても高値抜けてきてるんですよね。ということは上昇の波が見えているということになりますので、やっぱりこういった流れは追っていきたいところです。波の起点が1800ドルあたりですか。現在地から見ていくと、まあ、ちょっと距離がありますから、買っていくなら別のサポートを探したい。このサポートが1940ドルあたりになってくるんじゃないかなと思います。2週にわたってブレイクという形はしっかりキープしてますからね、個人的には強さ見たいところですかね。ただまあちょっと調整レンジの形、まあ、2000ドルがねこれ相当意識されているからこそのレンジかと思いますけども、このレンジは続いてしまうかも。ですからまあ高値掴みたくないんですよね。しっかりこう下から拾っていきたいなと。
まだまだ僕はもうこの金相場に関しては強さを感じますね。来週もこう買い場を探っていきたいなと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見ても強いトレンド、ただ現在は流れが止まって調整局面ですね。レンジの形が見えています。目の前にあるこの2000ドルが大きな壁になっているわけですけども、ただこの足場も崩れてないですからね。何のためのこの足場かというと、これは2000ドルを意識した足場だと思いますので、ダメだったという決着になるためにはこのサポート割ってこないといけない。これがまあ先ほどから言っている1940ドル。まあ、割ってくれば下落のトレンドの中も見えてくるでしょうからね。こうロングを見ていくのは少し難しくなってきそうですけども、今はまだ割れてはいないです。目の前に壁があるのは十分承知はしています。上値もそうですよね。ただまあチャートも崩れていませんし、まあ、弱いんであればすで、に崩れていてもおかしくないぐらいのこう時間経過も経っていますんでね、まあ、それでも崩れてこないと、やっぱり底堅い動きは出ているのかなと思います。こういった環境ですからね、まだまだこう時間はかかってくるかもしれませんけども、まあ、いずれこの2000ドルを抜けてくるこの金の強さというところをやっぱり見たいなと思いますね。というところで、4月も買い場探しになってきますけども、ただまあ買うにしても買う場所ですね、レンジが見えてますから、真ん中とかね、高値圏とか、こういったところは注意はしたい。しっかり押しを待つのも大事かなと思います。はい、ということで、まずはドル円ですけども、ドル円まあ高値抜くことできなかったですね。強い流れが出てくるならまあ抜けてほしかったですけども、抜けなかったらやっぱりこの下落トレンドの調整レンジという形やっぱり見えてしまいます。現在地はそのレンジの高値圏です。上値が重い形も金曜日見えてはいますので、まあ、4月に入ったら月も変わります。月が変わったら流れが変わってしまうかもしれませんから、今これ高値圏ですからね、流れが変わって高値更新してくればこれは環境の方も変わりますんで、まあ、すごくこう面白いところにはいると思いますからね。4月用意ドンのスタートで、まず見ていくべき通貨の一つになってくるかなと思います。133円が一つの壁ですね。はい、あとはドルですかね。下落トレンド見えていて、ただ今は流れが止まって調整局面、レンジの形が見えています。木曜日一回下の方に抜けたんですけども、これがまあサポートとして効いてきましたんで、まあ、一旦ドル買い見ていくのは面白そうですかね。まあ、何もこうブレイクなんかを期待しているわけではないんですけども、あくまでまあ調整レンジの中の動き、レンジの下限から上限までのこの買いの流れ、ドル買いというのはまあ若干見ていくのは面白いかなと思います。ただ、まあ、一方でレンジ内の動きに過ぎないという点もこれはしっかり抑えてはおきたいですね。前のめりになるような相場ではもう全然ないと思います。あとは来週月が変わります。新しい四半期にも入ってきます。もしかしたらまあ流れ自体がねガラッと変わってくるような、まあ、そういった流れも出てくるかもしれませんから、まあ、今こう目の前にトレンドが出ていればね、まあ、乗っかりたいなと思いますけどもね、まあ、そういった状況でもないですからね、まあ、一歩引いて見ていくぐらいでも全然いいのかなと思いますね。こう慌てて判断はしないように見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。